大雪山国立公園内にある上川町の愛山渓温泉から昨日朝登山に向かったと見られる男女2人の行方が分からなくなり警察と消防が捜索しています行方が分からなくなっているのは道外から来たと見られる60代から70代くらいの男女です昨日夜、上川町の愛山系温泉にある宿泊施設から 宿泊客が戻ってこないと警察に通報がありました警察によりますと2人は宿泊施設から直線で3キロほどの距離にある六の沼まで行きたいと話していて昨日午前7時半ごろこれから山に入ると伝えて外出しました2人は携帯電話を持っていますが現在つながらない状態で同警の山岳救助隊と消防が今朝から捜索を行っています